会議の会場となったニューヨークのプラザホテルプラザ合意とは1985年9月22日先進5カ国増床、中央銀行総裁会議により発表された為替レート安定化に関する合意の通称その名は会議の会場となったアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市のプラザホテルにちなむ会議に出席したのは 西ドイツ財務省のゲルハルト・シュトルテンベルク、フランス経済財政省のピエール・ベレゴブは、アメリカ財務長官のジェームズ・ベーカー、イギリス造商のナイジェル・ローソン、そして日本の竹下・昇ボル造商である。以後の世界経済に少なからず影響を及ぼした歴史的な合意だったが、その内容は事前に各国の実務者間協議において決められており、 この会議自体はわずか20分ほどで合意に至る形式的なものだった。1985年から1988年までのカワセレート、プラザ合意が行われてから数日間で、急激に円高が進行している1981年1月から1990年12月までのドイツマルク、アメリカドル、フランスフラン、アメリカドル、イギリスポンド、アメリカドル、日本円、 アメリカドルの推移、1980年代前半は、主要通貨安ドル高であり、プラザ合意前後に、ドル安に転じている。1980年代前半、レーガン政権下のアメリカ合衆国では、前政権から引き継いだ高インフレ抑制政策として、厳しい金融引き締めを実施していた。米ドル金利は20%にまで達し、世界中の投機マネーがアメリカに集中した。ドル相場が、 高めに推移したことで、アメリカには輸出減少と輸入拡大による大幅な貿易赤字がもたらされた。一方で、高金利により民間投資は抑制され、受給バランスは改善された。結果として、インフレからの脱出には成功した反面、国際収支が大幅な赤字となり、財政赤字も累積していった。インフレーションが沈静した後は金融緩和が進行し、 アメリカ合衆国は復活したと言われるほどの景気回復で貿易赤字増大に拍車がかかった。金利低下により貿易赤字国の通貨である米ドルの魅力が薄れドル相場は次第に不安定になった。こうした状況のもと1970年代末期のようなドル危機の再発を恐れた先進国は自由貿易を守るため、 強調的なドル安路線を図ることで合意した。とりわけ、アメリカの対日貿易赤字が顕著だったため、実質的に円高ドル安に誘導する内容だった。これがプラザ合意である。発表翌日の9月23日の1日24時間だけで、ドル円レートは1ドル235円から約20円、下落した。1年後にはドルの価値はほぼ半減し、150円台で、 取引されるようになった。日本においては急速な円高によって、円高不況が起きると懸念されたが日本銀行は、肯定部合を引き下げずに5%のまま据え置き、逆に、無担保コールレートを6%弱から一挙に8%台へと上昇させるという短期市場金利の高め放置に踏み切った。その後、肯定部合の引き下げに動いたのは、翌1986年になってからだった。 このため、1985年には非常に金融引き締め的な経済環境になっていたと推測され、その結果その後数年間のインフレ率は低迷した。このインフレ率の低迷と、肯定部合の引き下げ長期化予想を反映して、名目金利が低下したことが、貨幣錯覚を伴って、不動産や株式に対する投機を促し、バブル景気をもたらしたと考えられる。 また円高により、半額セールとまで言われた米国資産の買いあさりや、海外旅行のブームが起き、賃金の安い国に工場を移転する企業が増えた。とりわけ東南アジアに直接投資する日本企業が急増したため、奇跡とも言われる東南アジアの経済発展を促すことになった。その後、進みすぎたドル安に歯止めをかけるべく、 為替レートを安定させるために1987年、再び各国が協調介入することをうたった、ルーブル合意が結ばれた。プラザ合意によるドル高是正が行き過ぎたのは、ユーロ円債の大量発行という強力な手段が取られていたからであった。本来、為替レートなどを誘導する場合は、ソフトランディングへ誘導するのが一般的である。すなわち、 実体経済への急激なインパクトを避け、投機的な資金の流出、流入を防止することで市場の安定性を確保し、同時に市場需給に基づく自由かつ柔軟な取引によって自律的に国際収支調整されることが期待される。しかしある特別な場合において、複数の国間で為替レートを一定の水準まで誘導する、要、市場介入を協力して行う場合がある。 協調介入と言われる、この手法は、自国の通貨の安定性を保つために行われる、自国通貨への介入、すなわち単独介入とはその目的において大きく異なる。単独介入とは、急激な為替レートの変動があったとき、これによって実体経済への悪影響が懸念されるため、これを安定させる目的で行われるものであり、 為替レートを一定の方向へ誘導する目的で行われるものではない。これに対し、協調介入はある種の経済的な歪み、不均衡があり、それによって複数の国の利害が総合的に悪いと判断されるときに、当該国間で協議し行うものであり、為替レートを人為的に一方向へ操作するほどの強い影響力がある。 ただし協調介入を行ってもマーケットがこれを予測してすでに折り込んでいる場合があり、サプライズ感が乏しく大きな影響を与えない場合も、あり得る協調介入が特殊なものだとみなされる理由として、カワセレートの誘導目標をあらかじめ公開する点が挙げられる。これは一般に単独介入が誘導目標を公開しないのと対照的であり、 このため市場参加者の思惑売買を誘導することが可能となる。プラザ合意後、竹下が円、ドルレートは1ドルイコール190円でも構わないと声明したことを受けて一気に円高が進んだことなどからも市場参加者の思惑を誘う協調介入は大きな影響力があることがわかる。また協調介入が実施されるケースはごく稀であり、 プラザ合意が行われた当時は大きな経済的歪みが認識されていたことが伺える。こうした性格上、協調介入に関してはソフトランディングが非常に難しいという意見と一方で経済のねじれを一気に解消する手法として積極的に活用するべきとの意見がきっ抗する。ただし変動相場性における国際収支調整機能は金融政策が 経済調整を担う現代においてはほとんど失われている。これは金融政策で物価変動を抑制する限りマクロバランスの対外、不均衡が調整されないためである。プラザ合意についてはバブル崩壊後に様々な議論がなされたがバブル景気とその後の失われた20年と呼ばれる長期経済低迷の起点ではないかとの見解がある。輸出が 需要喪失の大きな柱である日本が、為替レートを意図的に調節することは大きなリスクを伴う。協調介入によって人為的に円高に導いた結果、輸出産業は競争力を相対的に失い、自然な経済成長リズムの破綻につながった。日本にとって不利になる、この合意がなされた背景には、以前から加熱していた、効果論や、 日米貿易摩擦があった。1980年代前半には、アメリカの莫大な形状赤字により、日本では輸出が急進し、形状黒字は著しく増大。これにより、輸出産業を中心に工業籍の企業が相次いだ。当時アメリカは、財政赤字と貿易赤字という、いわゆる双子の赤字を抱えており、日欧諸国はアメリカによりもたらされる。 形状黒字が物価上昇圧力になっているという指摘があった。これらの世界経済不均衡を是正するための効果的な手段としてドル安への誘導がなされたという指摘がある。ドル安にすれば、米国の貿易赤字、とりわけ対日貿易赤字が目減りすることが期待された。当時の中曽根康弘首相、竹下蔵相、住田里日銀総裁らによって決断された。この政策は、 日本がアメリカの赤字解消のための為替操作を容認した対米妥協策との解釈が一般的である。2018年から米中貿易戦争が起きた中国では日本のプラザ合意が再び注目されており、日本の福田康夫元首相やプラザ合意当時に官僚だった元日本銀行副総裁の岩田和正などが人民元切り上げを求めるアメリカの 圧力に応じないよう助言したことが反響を呼び、国営メディアの進化者も、プラザ合意で、米国に屈した、日本の経済低迷を忘れるべきではないと主張した。アメリカも中国が、通貨や誘導を行っているとして、総裁関税の導入や25年ぶりの、為替捜査国の認定で、これに対抗している。フェド・オブ・ストリート、ルイス・ HP。 2009年5月4日閲覧。為瀬の日時データ。連邦準備制度理事会。2009年1月25日閲覧。日本銀行の金融政策プラザ合意とバブルの生成から黒立てるを明治大学社会科学研究所企業最近における短期金融市場の動向について日本銀行調査月報。1986年2月号。我が国の均衡実質金利。 図表12から15によると、この時期には、金融引き締め、度合いを示す金利ギャップが非常に大きくなっている。中国観察、中国が学ぶ、日米貿易摩擦の教訓、人民現場、プラザ合意警戒、産経ニュース。 h t t p s w w w s n k e i c o m スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ190816スラッシュ WOR1908160001-N1 と HTML2019 年8月22二日閲覧中国は日本から教訓を得るべき福田元首相の発言が中国で反響。 レコードチャイナ2018年4月10日閲覧通貨高求める電圧力で日本の経験中国に伝授岩田元日銀副総裁ブルームバーグ https://www.blomberg.co.jp:/news:/articles:/2018-04-11/p70e4n6klvr4012018 年4月11日日閲覧プラザ合意で苦しんだ日本に学べ、米国との協議めぐり中国メディア主張。 ブルームバーグ、https コロンスラッシュスラッシュ www.blomberg.co.jp スラッシュニューススラッシュ articles スラッシュ2018-08-17スラッシュ pdlhfg6jtse8012019 年8月27日日閲覧、be. 河瀬介入に、総裁関税検討人民元安誘導を牽制。2019年8月27日閲覧。米、通貨安誘導する国々に総裁関税へ引く。商務省が発表。2019年8月27日閲覧。米、中国を河瀬捜査国に指定圧力を強化。日本経済新聞。https。 www. 日経 .com アーティクルジャックスムーズ4825880万ワット QA800C100 万2019年8月27日閲覧ありがとうございます